柿の島遺跡柿の島遺跡は、北海道函館市に所在する、縄文時代の遺跡。道内での同時代の遺跡として、最大規模であり、縄文時代早期前半の母性、駒ヶ岳噴火による、集落断絶、後期初頭の森土以降から、後期後半に至るまでの縄文集落の変遷と、生活痕跡が確認できる。2011年2月7日に、 国の史跡に指定された。北海道、北東北の縄文遺跡群を構成する遺跡の一つ。太平洋に面する海岸の段丘に立地する集落遺跡であり、柿の島側の下流左岸に柿の島 A 遺跡、右岸に柿の島 B 遺跡がある。縄文時代早期から後期にかけての縄文人の生活の痕跡と集落の変遷が残されている。中期に構築された。 長さ120メートル以上の大規模な森土以降は国内最大級で母性を示す貴重な遺跡である。遺物も非常に多様で土器や石器といった生活道具のほか生成土器である漆塗りの中高土器、足型付け土板、装飾品など20万点以上が出土している。しかし2002年12月29日、展示室等気球館中に発生した 埋蔵文化財調査団事務所の火災により、出土品の一部が破損及び消失した。内浦川に流れる柿の島側の砂岸にある、縄文時代早期の土工群と中期から晩期までの住居の複合遺跡。早期で確認された遺構は、墓と思われるもの54基を含む土工母軍316基、縄文時代中期の縦穴住居18件、後期の縦穴住居19件である。 土工群は165機の中で、フラスコ上土工34機、墓と思われるものが5機、T ビット2機が確認されており、出土した異物総数は5万2000点ほどであった。立社黒や明瞭な出入り口構造を持った大型縦穴住居、早期の土工部からは、足型付け土板など多数出土している。 幼子の足型や手型をつけて焼いた約6,500年前の土板が工程から17枚出土している。足型付け土板は東北地方から北海道にかけて出土しているが、縄文時代早期後半のものは出土例が少なく3個重なった状態で出土するなど貴重な発見があった。厚さ1から2センチメートル、長さ11.0から1 7 5センチメートルの 年度板で1歳前後の子供の足型や手型をつけて焼いた土製品で日本最古級の貴重な絵物であった。この足型付け土板はかかと側を土工房の壁に向けて服装しているものが多く、足型付け土板にはしっかり糸をうにした文様、吊り下げようと思われるかかと側に1から2個の開け穴がある。用途は諸説あり、幼子の成長祈願やお守り、 我が子の形見などに用いられていたのではないかとされている。縄文時代後期後半の透かし彫りの入った香炉系同期。建物の廃棄き例に使われたのではないかとされている。縄文後期に作られたシュールシュ色のシュイロ中高土器が柿の島栄積の住居酒から完全な状態で出土した。原系表面は黒漆の上に鮮やかな赤漆が塗られた。 鮮やかなシュウシ色で、土器本体は高さ 11.5cm、胴体部は直径 10.4cm、球形で上部が緩やかに盛り上がった急須状の形状で、中高は一箇所である。洗練された形状とう塗りの加工技術、土器表面の文様加工により、生成土器に分類され、最終用の酒を注ぐのに使ったのではないかとされている。 縄文時代早期前半の縦穴住居5件と土工墓12基、約6500年前の縄文時代早期後半の土工墓38基、年代不明の土工墓が42基が発見された。縄文時代の早期の土工墓から約9000年前の漆による装飾品としては世界最古の副装品が出土している。土工墓の埋葬された痕跡から漆を塗った赤い糸で編んだ。 装飾品が発見され、漆による副装品としては、中国のカボド遺跡で発掘された漆湾よりも古い、世界最古の漆工芸品であることが判明した。土工墓は縦1.4メートル、横1.2メートル、深さ0.6メートルで屈装されており、髪飾り、腕は、肩当てのようなものが、体の部位に当たる地点から計6点発見されている。ありがとうございます。